こんにちは、リリーです。さて今日なんですけれども、ちょっとね、来週以降の YouTube の更新予定のお知らせについてのお話と、それとね、昨日9月16日に行ってまいりました筆豆女子のお話、ちょっと嬉しいことがあったので、そのことをね、少しお話しさせていただきたいと思って動画を撮っております。よろしければ最後までご覧ください。ということでね、まずは、YouTube の更新予定のことについてなんですけど、今まではね、こちらのノートなんですが、ご覧のような感じで毎週末にこのね、来週こういうのアップしますよっていうのを書いて、ちょっとねメッセージも書かせていただいていたんですけど、今週蓋を開けてみると、このね、更新予定にない日にも結構いろいろとねアップしたりとかっていうこともあって、それでね、先日からちょっと YouTube をね、頑張ろうっていうことでやっていて、更新頻度も上げていきたいっていう中で、やっぱりどうしても、あらかじめね、このように、いつ何をアップするかっていうのを決めておいてしまうと、まあ正直なところ、ちょっと窮屈かなというふうに思ってしまったので、9月18日からは、週末にね、こういうふうに、来週これをアップしますよっていうのは、ちょっと一旦お休みをさせていただこうと思います。それでその代わりに、当日の午前中に、何かしらね、コミュニティの方でお知らせできたらと思います。ということで、どうぞよろしくお願いいたします。それでね、来週以降にアップしたいなって思うものをバーッと書き出してみたんですね。それで、まあ、いっぱいあるんですが、これもうちょっと順番とかもね、どうしようかなっていうことで決めきれなくてっていうところもあるので、この中の、まあ、どれかが来週上がるんだな、みたいな感じで思ってもらえたらいいかなとは思います。それでね、昨日9月16日に筆豆女子初参戦いたしまして、やっぱりねそれ系の動画が多くなるかなというところなんですけど、来週ねこちらの筆豆女子に関する動画を出す前に、もうどうしても今日言いたいっていうか早く言いたいみたいな、もうめっちゃ嬉しいことがあったんですよ。ということでちょっとねこれね、今こちらのねロジカルノートに書いているんですけど、普段はこちらのうーちゃんの方にこういうね YouTube の、まあ、予定というか、これをアップしたいっていうものを書いているので、ちょっとね書き写しながら筆豆女子で嬉しかったことをお話ししたいと思うんですけど、こちらちょっとこれだけはね先に出させていただくんですけど、筆豆女子で購入してまいりました。こちらはね長沢文具センターさんのブースで買ったんですけど、備忘録深海地ゴールドということで、これね、なんかこのチェックリストのところが全部インクの瓶になってるっていう、めっちゃおしゃれなやつやったんですけど、なんかね、長沢さんのブースに行ったら、その係の方っていうんですかね、お店の方がすごい熱弁してくださって、なんかもうこのリフィルは最初はバイブルと M5 しかなかったんですけど、今回ね、M6 を追加しましたっていうことで、すごい熱量で語ってくださって、でね、ご覧のように、ちょっと M5 と M6 セットで買ってしまいました。やっぱりその、なんて言うんですかね、その場ですごい熱量を高くおすすめをしていただけると、なんだろうな、なんか、その商品自体もめちゃくちゃやっぱり魅力的に見えてくるし、で、あとはね、単純に用途が、見えたというか、こういう風に使いたいなっていうのが私の中でね、なんかお話を聞いている時に定まったので購入させていただきました。ということでね、そのうちのこちら M6 の方をね使って、これがねめっちゃこの YouTube の予定書くんにちょうどいいやろなって思ったんでね、ちょっとね買ったので、ここに書き写しながらねちょっとお話をさせてください。まあそれでね、まあ一応何枚か出したのでパパッと挟んでいこうと思うんですが、これね紙の厚さ的には割と薄い感じですね。分厚い感じではなくて、でもトモエリバーほどは薄くないかなというような感じの厚みでした。それでね、伝わるかわからないんですが、若干黄色っぽい感じの用紙なので、なんかねこの紙の色が白すぎるとちょっとなんか眩しいよとか、そういう方もいらっしゃると思うんですけど、こういうね、黄みがかった色の用紙であれば、まあ割と目にも優しいのかなという雰囲気であります。それではね、早速うーちゃんに挟んで書き写していきたいなと思います。
これね、YouTube のアイディアということで、そう、今までこういう風にしてたんですよ。撮りたい動画アイディアということで、まあ別にね、何の工夫もなく、もうペン一本でバーっと書いていっていたんですけど、こういうのをね、これに書くと、なんかおしゃれやしね、見やすいかなと思うので、すごい楽しみです。ということで入れてみました。よし。じゃあちょっとね、書きながら喋りますね。なんかね、いけるかな、書きながら。なんかしながらなんかするっていうのがめっちゃ下手くそやけん、グダグダになったらすいません。それではね、ちょっと書いていきながらね、喋ろうかなって思うんですけど、筆豆女子に参戦するにあたって、私、割とね、YouTube とか Twitter とかで、9月16日の3時からの部で参加しますよ、みたいなことを結構言っていて、それでね、なんか、皆様が割とね、11時からですよっていう方が多くて、なんか、あ、会えないの残念です、みたいにね、言ってくださっていて、それで私もね、あ、残念やなっていうふうに思いながら、でもなんか、そうやってね、残念って思ってくださる方がいるっていうことに対して、すごく嬉しいなというふうに思っていて、それでなんか、筆豆女子が始まって、で、まずフェミニョンさんのブースに行ってね、この前も動画でお話ししてたんですけど、それで無事にね、ちょっとオーダーで注文することができて、で、なんかね、割とね、早めに会場に入ることができたので、すぐにね、フェミニョンさんのとこにバーって向かったもんで、その会場の様子みたいなのがよく分かってなかったんですけど、なんか、その注文が終わって、後ろを振り向いたらめっちゃ人がいて、なんかもう、これは私どうしたらいいんだみたいになりながらね、いろんなブースさんをこう、なんとかすいませんとか言いながら、巡っていたんですよ。それで、キーロワークスさんのブースに行った時に、私ね、革のリフィルがすごい気になってたので、行ったら、手帳のサンプルとかも置いてあって、それでね、わあ、なんかインスタで見たやつとか思って、すごい見てたんですよ。そしたら、なんか、ご夫婦で、出店というか、お店ね、出されてたんですけど、奥様の方が、なんか言ってくれたんです。なんか言ってくれたんですっていうのは、ちょっとね、記憶が曖昧でして、まあ、その理由は後で言うんですけど、なんか話しかけてきてくださって、で、多分私がありがとうございますか何かを言ったんですね。で、どうしてそこの記憶が曖昧かっていうと、その私が喋った後に、その奥様が、リリーさんですよねって言ってくださって、えってなって、すごいもう、まず目が、2倍ぐらいに見開き、目玉が飛び出しそうになるっていう経験を、ほんま人生初ちゃうかなぐらいでしたんですけど、それでね、なんか奥様がもうキラキラした目で見つめてくださるんですよ、私のこと。で、はっと思って、あかん、なんかリアクションせなと思って、とりあえずなんかめっちゃうなずいて、あ、そうです、リリーです、みたいなことを多分言ったんですね。記憶がもうないんですけど。そんで、なんか、いつも見てますって言ってくださって、で、なんか、旦那さんもね、なんか一緒に見てるんですって言ってくださって、そんなことあると思って。だって、えってなって、今でもちょっと、ちょっと理解が、しきれてないんですけど、で、なんか、そうやって言ってくださって、なんかすごい、なんかもういつも楽しいですとか、なんか応援してますみたいに言ってくださって、なんか、うわぁ、はぁってなったんですよ。それでね、旦那さんの方にも、お話しさせていただいたら、なんか、見てくださってるということで、なんか、ありがとうございますってなったんですけど、その奥様がコミュ力がめちゃくちゃ高くて、すごいなんか他のお客様にも私のことを宣伝してくださって、でも正直私はもう全然そんな有名人とか全然思ってないし、ほんまに。でも、なんか自己紹介せなと思って、リリーの本若文具機構のリリーですって言ったら、なんかリリーの本若文具機ぐらいで、そのお客様が、ああ、見たことあるって言ってくださって、ありがとうございますみたいな、すごいなんか喜びの連鎖が起こったりとか、あとツイッターでね、つぶやいていたら、あ、
あのピンクの可愛いアイコンの子みたいな感じでしてくださっていたり、あのなんかすごい、なんて言うんですかね、すごい、そんなことあるんやみたいな感じやったし、あの私のことをご存じなかった方もなんか見てみますって言ってくださったりとか、もう温かみがすごすぎて、ちょっと書けないんですけどごめんなさいね、書きますね。なんか温かみがすごかったんですね。でなんかもういっぱいお話もさせていただいて、もうびっくりです。でね、キーロワークサさんってめちゃくちゃね、有名な作家さんやし、まさかそんな方がね、私のことを知ってるって、もう夢にも思わないわけです。1ミリもそんなこと思ってなかったし、それでね、まあ別に、なんて言うんですかね、なんか、こう、同じ時間に参加しますよ、みたいな方も、今回はいらっしゃらなかったので、普通にね、なんか、だらだら、だらだらっていうか、こう、のんびり、この会場を回ろうかな、みたいに思っていたところで、そういうお声掛けをしていただき、びっくりしました。ありがとうございました、その説は。それで一応、めっちゃ嬉しかった。んで、これをその動画で喋っていいですかっていう風に聞いたら OK ですって言ってもらえたんで喋ってます。ありがとうございます。もうほうやね、ほんまにキロワークスさんいろいろお話をさせていただいて、それで旦那さんがね、一人で手帳を制作されているということで、やっぱりね、その DM とかでその注文を受けるみたいなこともやっぱりお一人でされていて、こう人によってはね、すごい長い時間かけて聞き取りをして、やっぱりそれはお客様の理想の手帳に少しでも近づけるために、お客様がこうやって使いたいって思っているのを少しでも汲み取れるようにっていうので、本当に一生懸命されているんですけど、やっぱりご苦労もあるということで、すごい一生懸命やり取りしたのに音声普通になっちゃったりとかっていう、なんかそういうご苦労とかもね、普通に生きてたら私は知らなかったわけですよ。でなんならそのキーロワークスさんの手帳って私前からその SNS であったり YouTube でよく拝見していたので、もうめちゃくちゃおしゃれ、特に額縁のデザインの手帳ちょっと載せときますね、画像お借りします。キロワークスさんインスタからお借りします。で載せとくんですけど、すごいおしゃれやなって初め見た時思って、この独自性だったりセンスの良さっていうところで、正直なんか怖い人かなって思ってたんですよ。なんか職人みたいな、すごい頑固な職人、すいませんほんまに申し訳ないですみたいなイメージを持っていたのに、なんかもう奥様はもうコミュ力高いし、めっちゃ可愛くて、すごいもう明るくてまっすぐで、もうすごいパワフルな方で、太陽のような方だって。で旦那さんの方も本当に優しくて、私もね、すごいお客様やっぱりいらっしゃったんですけど、もう失礼ながらやっぱり気になることもあったので、この手帳ってどうなんですかとか、オーダーのこととかもいっぱいお話聞かせていただいて、でもうすごい丁寧にねお答えくださって、で今お話ししたようなご苦労とかもなんか聞かせてもらって、YouTube やってなかったらここまでのことってお話できなかったかもしれないって思って、っていうのも私も信じてもらえないんですけど、人見知りであんまりなんかガンガン喋れるタイプではないんですね。自分から行くみたいなのが難しいんですけど、すごいお人柄もよく、すごいなんか貴重な体験をさせていただき、そしてね、そのキーロワクサさんのおかげで、ほんまやったらね、喋らずに、まあすれ違うだけだっただろうお客様ともお話しすることができ、で帰る時ね、みんなめっちゃ温かくバイバイってしてくださって、めっちゃ嬉しかったんですよ。その説はありがとうございました。そのお客様、そしてキーロワークスさんがね、この動画見てくださってるかちょっと定かではないんですが、私はほんまに嬉しかったっていうことを伝えたくて、ちょっと喋らせてもらいました。 YouTube をやっているとどうしてもこう画面上でのお付き合いになるじゃないですか。ありがとうございますっていうのも電波を通してでしか伝えることができないし、皆様の方からいただくコメントも毎回ありがたく頂戴しているんですが、やっぱりこう自分の中で夢みたいなのがあって、
どこかのタイミングで直接見てくださっている方にありがとうを言いたいっていうのがすごく自分の夢だったんですよ。まあそういうこともあってね、事前にいついつ参加しますみたいなことをお伝えさせてもらったんですが、まあやっぱり私ってそんなにね有名人ではないですし、当たり前なんですけど、まあなのでやっぱりこうお会いできる方っていたら奇跡だよなぐらいに思っていたところでお声掛けいただいてびっくりしました。ちなみにそう、どうしてね私って分かったんだろうっていうのがあったんですよ。っていうのも私顔出しをしていないので、それがねなんかどうしてなのかなっていうところがあったんですけど、私ね一番最初にフェミニオンさんに行ったっていう話をしたと思うんですけど、フェミニオンさんでねこのうーちゃんを持って行って、ちょっとね柄を合わせてもいいですかっていうことで許可を取って、大丈夫ですよっていうことやったんで、うーちゃんを取り出して、でこうもうすごいいそいそと合わせてたんですよ。このちなみにこれねフェミニオンさんでいただいたノベルティの布のリフィル、めっちゃ可愛くてこれすごい気に入っちゃってね、もう早速つけちゃったんですけど、こういろいろね合わせていて、でその様子をキーラワークスさんがなんとご覧になっていて、あうーちゃんやんってなったらしくて、それでね私がブースに行った時に何かしらをお声掛けいただき、で多分私がありがとうございますか何かを言った声がもう決めて、もうねうーちゃんかけるこの声じゃないですか。なのでなんかそこであってなって、リリーさんですよねみたいな、はぁ、あ、目がボーンですすいません、ほんまに結構ね体感5秒か10秒ぐらい私固まってたと思うんですけど、すいません、その間ずっとキラキラとしたお目目で見てくださっていて、それがもうすごい印象に残ってます。それでね購入品については来週動画にするんですけど、ね手帳は買ってないです。頑張った、我慢した。だってめっちゃ可愛くて様々な手帳があるわけなので、もうやばかったですよ。もうねほんまにやばかったんですが、まあでもまあいろいろ回った中で、キーロワークスさん今回ちょっとその場でのオーダーっていうのはしなかったんですけど、いろんなお話を聞くことができて、まあ、もしよかったらね、DM インスタの方でくださったらそこでもオーダーできますのでっていうことで言ってくださって、それでキーロワークスさんの過去のやつを見てたんですね。でなんかうわあれも可愛い、これも可愛いっていう風になってしまって、それで私はねもうオーダーをさせていただこうと思っております。それでオーダーに関してもすごくね時間がかかるっていう風におっしゃっていたんですが、もういくらでも待つので、もうちょっと自分の中でどういう手帳にしたいかなっていうのを煮詰めて、それでスッと言えるように DM でね、お忙しいと思うので、これをこうしてこうしてくださいってちゃんと言えるようにちょっと頑張って詰めたいと思いますので、また DM をさせていただきたいと思います。そしてキーロワークスさんの手帳、多分ね1年待ちとかだったと思うんですよ。なぜお一人で作られていて、すごく本当に人気の作家さんなので、まあということなので、注文ができたら注文できたよって動画で言うし、届いたら届いたよって動画で言いますということで、よろしくお願いします。もうねやっぱりなんでしょうか、その場でお伝えいただいた手帳に対する思いであったり、お客様に対する思い、あとはやっぱり実物が可愛かった、純粋にですね、すごくね手縫いということで、なんか縫い目を見させていただいた時にすごいなんか力強さだったりとか、丁寧に一針一針縫ってるんだろうなっていうのがほんまに伝わってきて、旦那さんの方もなんだろう、めっちゃこうマシンガントークとか、めっちゃなんか熱量がもうブワーってなんか燃えてるみたいなタイプの方っていうわけではないんですが、本当に信念がある方だなっていうのを感じて、なんかこう静かに燃えてるっていうんですかね。それでやっぱり大変なこともあるけど楽しんでやってますっていうことをおっしゃっていて、それがおこがましいんですけど、私も共感できる部分だなっていう風に思って、いやもうめっちゃごめんなさい、めっちゃおこがましい、すいません、ほんまにもう比べたらあかんと思うんですけど、まあ私もやっぱりこう
なんかね、いろいろ、まあ、家事育児やっている中で動画をいっぱい投稿するって大変だなって思うこともあるけど、でもやっぱりこう見てくださる方がいてすごく嬉しいし、なんかもう皆さんの優しさとかまっすぐさっていうのをすごい感じることができるし、なんかそれでやっぱり楽しく頑張れるっていう部分があるので、なんかあ、分かるって、なんかすごいもうおこがましいんですけど勝手に私は思っていました。なんかほんまごめんなさいね、今日まとまらんよね、まとまらんのやけど、そう、なんかそういう話をしたかったということで書けましたね。いやでもほんまに今回ね、キーロワークスさんだったり、あのそのキーロワークスさんを通してあのお話をさせていただけたお客様だったり、あのほんまにね、あの私と関わってくださった皆さんありがとうございました。あ、そしてあのほんまになんか私がいつも見てくださっている方に直接ありがとうを伝えたいっていう夢があったっていうこと、それを叶えてくださった方がいた、それが嬉しかったですし、そしてなんかもう本当だったら私がありがとうございますっていっぱい伝えなくちゃいけない立場なのに、なんかいつも楽しい動画をありがとうございますっていう風にあの言ってくださったり、いっぱい応援の言葉をかけてくださって、なんか私が言えるのってほんまにありがとうございますしかなくて、なんか申し訳ないなってあのその場でも言ったんですけど、ありがとうございますしか言えなくてすいませんって思ったけど、でもなんかね、やっぱりありがとうございますでしか伝えられない気持ちもあるし、でもありがとうございますだけでは伝えられない気持ちもあって、でも私はなんかありがとうだけじゃなくていろんなことに対してもそうですけど、なんか誕生日までに1000人行くっていうのも言葉だけでは伝えきれないような気持ちっていうのがほんまにたくさんあるんですよ。でそれをじゃあ私がね、この言ったら電波を通して今皆さんにはお伝えしていることになると思うんですけど、どうやって伝えるかっても行動しかないんですよ結局。もうほんまに行動しかなくて、だからなんか更新頻度も上げつつ、でもクオリティは絶対落とさない、もうそういう風に思ってます。皆さんに楽しんでいただきたいので頑張っていっぱい喋るし、編集もちゃんとする。あ、でもごめんなさいね、今日の動画だけはちょっともう今日中に、日曜日中に出したいので、ちょっとカット作業のみでだって出すと思うんですけど、まあそれ以降来週の動画は本当にあの編集もね、楽しんでくださっている方がいるとこの間ねコメントでもいただけたので、あの楽しんでいただけるように、分かりやすいように編集も頑張りたいって思うし、でそれをしていく中でやっぱりね、冒頭にもお話ししたんですけど、この事前に何をアップするか決めておくっていうのが少し窮屈に感じてしまったので、ちょっとね来週以降はこれをまあ順不動でですね、出していけたらいいのかなと思っております。ということで、まあ来週以降ね、一生懸命動画アップしていきたいと思いますので、ちょっとごめんなさい、ほんまになんかもう嬉しすぎてなんかわけわからんと思うし、なんかちょっと暑苦しかったかなって思うんですけど、うん、でもほうやね、こんなこんな私でもって言っちゃいけないですね、応援してくださる方がいるので、あの一生懸命頑張りますので、どうぞよろしくお願いします。よし、ということで今何分、30分も喋る予定やばごめんなさい、めっちゃ長い動画になったかも。あのカットはするので適当に25分ぐらいかな、ごめんなさい長くて。ということでね、今回これで終わろうと思います。この動画良かったよとか応援したいなって思ってくださった方、10月5日までにチャンネル登録者様1000人目指して頑張っておりますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。コメントもお待ちしております。ということで、最後まで見ていただいてありがとうございました。次の動画でまたお会いいたしましょう。ほなまたね、バイバーイ。